イカワダム中空重力式コンクリートダムはダム形式の一種で重力式コンクリートダムのあけ。中空重力式コンクリートダムの上流側面コンクリートが高価だった、あるいは交通手段の問題から輸送量を減らす必要があるので考案されたダム形式。外観、基本は重力式コンクリートダムであるがダム内部に中空部を設けることで 同規模の重力式コンクリートよりもコンクリートの使用量を減らした。ダム内部に中空を設けるためにダムの設置面積が広くなるので普通の重力式コンクリートダムに比べて安定性が増すという利点もある。海外では主にイタリアを中心に建設されており日本でもイカワダムを川切りに1950年代から1960年代に かけて、主に建設された。水系所在地、事業者で大きく、偏りがあるのもこの形式の特徴である。水系では、大井川水系、埼上川水系、木曽川水系,水系、吉野川水系で全体の半数を占め、所在地では、静岡県、山形県、岐阜県、高知県に多い。事業者別では特に電力会社における、 試行実績が多く全体の半数を占めるが、中部電力所有の多さは特筆すべき特徴でもある。なが現在では、コンクリートの価格が安くなっていることと、型枠が複雑化したことによる人件費の増大から、うちのクラダムの完成を最後に新規建設は行われなくなり、現存するのは13期となっている。セメントが安価となり、かつより経済的に建設できる。 ダム形式が開発されているため、中空重力式が建設されることは、将来的にもないものと考えられる。現在、地域に開かれたダム施策等でダムを積極的に開放しているが、中空重力ダムの場合は、停滞内の中空部分を利用する動きがあり、横山ダムや内倉ダムでは、空洞内で、コンサートが開かれている。音の反響もよく好評だという。 この他のダムに関しても、見学申し込みがあった場合に、停滞内の中空を解放しているダムも増えている。ありがとうございます。